ルースキエ・ビーチャズイのスマイナス27フレアを使用する演目ルースキエ・ビーチャズイはロシア空軍の展示飛行チーム。ソ連時代の1991年4月5日にスマイナス27を装備する部隊として結成された。チーム名はロシアの勇者たちという意味。対外向けアピールもあり、ロシアンナイツの英名も使用している。ただし、ビーチャズイとは、 中ば伝説と化した古代ロシアルーシュ固有の英傑のことを指す名称でナイトとは別物である。日本語では英語表記からロシアンナイツと呼ばれることもある。ロシアでは単にビーチャズイとも呼ばれている。ルースキーエビチャジ、ルースキーエビチャジと表記されることもある。大量のフレアを使用する夜間の演目が有名。 スマイナス27スマイナス 27UB スマイナス 30SM ビンカ飛行場では、1935年に、赤軍空軍の部隊が置かれて、以来、様々な新型機種の飛行試験が行われてきた。1989年5月、クビンカ飛行場の IN コジェドゥープ記念台237展示飛行技術センターに、スマイナス27が装備されると、 それまでの戦闘機に対し行われてきたのと同様、様々な試験や訓練が開始された。そうした中で明らかとなったのは、スマイナス27が同時期に配備されたミグマイナス29より、変態飛行が難しいということであった。だが、こうした欠点の克服は、それまでミグマイナス19、ミグマイナス21、ミグマイナス23などでも課されてきた。 ごく当然の課題であった。その後、正式な構成スタッフが決定された。かくして、1991年4月5日、クビンカ空軍基地で6機のスマイナス 27UB を装備する部隊として、ルースキエビーチャズイは誕生した。このチームは、同年9月に、イギリスでソ連空軍部隊として、初めての西側での展示飛行を行った。 1995年12月12日には、訓練中に3機のスマイナス -27 が衝突する事故が発生し、パイロット4名の生命が失われた。これは、独立後のロシアの経済低迷による空軍の訓練不足を象徴する出来事として報道された。翌1996年10月には、この3事を追悼する記念碑が建てられた。その後しばらくチームは、 飛行を停止していたが、やがて残る4機のスマイナス27を用いて活動を再開した。それらは新しい明るい色の塗装を施され、1996年9月に監修の前に姿を現した。1997年には6機編隊へ回復した。この年の6月には事故後初めて海外遠征を行った。近年では、 新しいスマイナス 27M が優先配備されるなど、ロシア空軍の顔としての重要な役割を担い続けている。また、ルース系ビーチャーズイの順調な活動は、ロシア経済の順調な復調を象徴する一つのアピールともなっている。また、2006年にはチーム結成15周年を記念し、ロシアやベラルーシなどの各地で展示飛行を披露している。 2006年の中国ツアーより正式に、レッドブルのスポンサードを受けることになり、ユニフォームと機体マーキングにレッドブルのロゴが書き込まれた。2009年8月16日、モスクワ航空省に向けてのアクロバット飛行訓練の最中に隊長機と両機が接触し、2機とも墜落した。乗員のうち2名は脱出したが、乗員の一人であった。 ルース、K、ビーチャズイ隊長のイーゴリトカチェンコ大佐が死亡した。2011年空軍予算の縮小に伴いチームはモスクワ野章をもって解散することという噂が出たがホームベースを食う、敏感基地から移動して存続することが発表された。2016年機体をスマイナス 30SM に切り替えると発表した。2016年6月9日10時25分。 モスクワ郊外で1機が墜落し、パイロットのセルゲイ・エレメンコが死亡した。墜落原因は、エンジン故障の可能性が高いという。事故を受けすべてのス -27 の飛行が停止された。2016年12月1日、イルクートワス -30SMO4 機を納入したと発表。10月14日に納入した4機を合わせて、計8機の納入が完了した。 4機は、クベンカ空軍基地に到着し、訓練が開始された。2017年3月には、ランカウイ海事航空展覧会において、スマイナス 30SM に転換して、初めて極芸飛行を行った。チームが展示飛行を実施した国は、以下の通り。ロシアンナイツエリバティックチーム2、スイッチ2スマイナス 30SM ファイター I2016、ゼーマイナス27、ゼー。 マイナス27、マイナス27、ゼーゼーゼー、マイナス27、ロシア空軍、ロシアナイツ、スマイナス 30SM を発揮受領訓練を開始、ゼー、マイナス30、ランブラーニュースサービス。ありがとうございます。